はい、こんにちは、平山茂です。今日は3月30日火曜日ですね。現在時刻は4時、夕方4時ですね。4時を回りました。ちょっと今日はお休みだったのでマッサージをしっかり60分やって今こちらに来ました。いや、やっぱここはいいですね。ホームって感じでね、ここに来るとやっぱ大丈夫ですね。今日は芸術家さんはいらっしゃらない。なんかね、いそうな気もするんですけどね、芸術家さん。まあ多分今日はもう終わったのかな。でも木があそこに落ちてますね。あとワンちゃんも来る気配は今日はないですね。まあいいんですが、いや久しぶりに来ました。ちょっとね、本当今日は気候も良くて、桜もしっかりね綺麗に咲いてましたしね、よかった、大丈夫だ、本当に大丈夫、本当大丈夫、大丈夫ですよ、大丈夫ですからね、大丈夫、大丈夫ですから。最高だな、最高。さっきのね、池にスワンボートがあるんですけど、もう終わってたんですよね。ちょっと乗りたかったんだけど終わってました。また来週ちょっとチャレンジしようかなと思います。久しぶりにねちょっと乗ってみたいなと。いや今日はもう何にもないですね。もう何にもない、何にもないけどもう大丈夫、大丈夫だな。もうフリスビーとかねしたりね、うん、いいですね、本当に素晴らしい。春休みなんですね本当に。そういえばなんか YouTube で見たおじいちゃんが、 YouTube で喋ってるおじいちゃんがなんかこう土にこうやって裸足でこう土に立った方がいいって、そうするともう地球のパワーを得られるということなので、ちょっと裸足になっちゃった。いいと思う、すごくいい、すごい気持ちいい。まあ土といっても芝生ですけど、なんかパワーを感じますね。うん、なんかテレパシーも入ってきたな。いいよいいよ、そうだよそうだよ茂る、そうだよ。あ、テレパシー来てる、そのおじいちゃんから来てるな。すごいパワーを感じるな。大丈夫チャージ、大丈夫チャージがすごいな。いやー大丈夫だ。いや、ぜひ皆さんもねこうやって芝生でもいいですよ、この土の上にね、この裸足で立ってはいかがですか。パワーを地球のエネルギーを
地球のエネルギーをしっかりと受け取ってください。大丈夫ですよ。これをすればもうあなたは大丈夫。それではまた明日お会いしましょう。平山茂でした。ではまた。桜が非常に綺麗でございます。